本当に僕にそんな力があるのなら。だが神はそれを許してはいない。彼の存在そのものが主への冒涜であるということ。そうか、戦いは避けられない。この世界をどうするつもりだ。案ずるな、君一人を生かせはしない。東京各地に悪魔が発生したそうだ。僕は学園の防衛を指示されている。どうやら俺って筋がいいらしくて、これからは俺も悪魔と戦えるぜ。このままでは秩序を軽んじられると考え、ベテル全軍をもって攻勢をかけることになった。俺は強くなりたいんです、あなたのように。ほほう、彼の目標は崇高であるぞ。大勢の生徒が連れて行かれたんだ。愚かな、神を信じながら禁断の身を望むとは。一歩間違えば死ぬんだよな。世界に不必要な存在なのだ。この開口を喜ぶがよい。楽にあの世へ行かせてやろう。つまりこれは定められた運命であったと、そういうわけか。神の秩序は絶対であり、大天使である私はそれを守らねばならない。悪魔と戦えば多くの人間は死ぬ。こんな犠牲を生まないために悪魔召喚プログラムを手にしたはずが、自分の弱さに呆れてしまうよ。でもそんな俺でも人の役に立てるならやってみたいんだ。もういや、どうして私があんな目に遭わないといけないの。私は神の秩序を守ってみせる。お前と共に。結局どうすれば救えたのかな。もっと早く彼女の苦境に気づいていれば、助けることができたのかもしれない。命令に従っただけで自分に責任はないと言いたげだな。俺はもっと強くなる。強くなれればもうこんな犠牲を出さないで済むはずだ。そうすることがあの二人への償いになる唯一の正しい道だと信じたいんだ。君もまたナホビノとなり、その力を東京のために使ってくれないか。